そしてこちらも今日から全国で信号がないドーナツ状の交差点ラウンドアバウトの運用が始まりました。災害時には混乱の回避に役立つと期待されています。都内で初めて環状交差点が導入された場所です。こちらには見たこともない新しい標識がお目見えしました。東京多摩市に設置された環状交差点はドーナツ状の道路で信号がありません。このため大規模災害で停電が発生した場合にも交通の混乱が抑えられるということです。ロータリーの中を通る車が優先ということもすごく分かりやすくなったと思います。今日から全国7都道府県15カ所で運用が始まり、今年度中にはさらに34カ所に設置される予定です。